Broadcasting from Bangkok and relayed over transmitters in Bandung, Udonthani, northeastern Thailand. For listeners in Asia and Pacific, the Middle East and Africa, Europe and America, it is now time for our broadcast in Japanese. ラジオタイランドの日本語放送です。この放送はウドンタニ県バンドゥンのボイスオブアメリカの送信所を通じてお送りしています。こんばんは。こちらはラジオタイランド日本語放送です。ラジオ聴きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。それでは本日お伝えしますニュースの項目です。農産物の輸出が好調で、タイの輸出は 12.7% の伸びとなっています。タイ国際航空はサウジアラビアの10タイのフライトを再開すると発表しました。オランダの世界園芸博覧会でタイのパビリオンが好評です。バンコクのアトラクションスクールの生徒が2022年アメリカのカンサットで優勝しました。それではまず初めのニュースです。農産物の輸出が好調で、タイの輸出は 12.7% の伸びとなっています。タイの輸出は今年も大幅な成長を続けています。商務省によりますと、中でも農産物が好調で、2022年上半期の成長率を 12.7% に押し上げました。6月までの輸出は16ヶ月連続で増加しました。2022年上半期の輸出収入は前年同月比 12.7% 増の4兆9500億バーツでした。ジュリン副首相兼商務大臣によりますと、農業・農産業部門の成長率は今年最初の6ヶ月で 9.3% と最も高く、約4760億バーツでした。最も高い伸びを示している農産物は米、果物、ゴム、白桃などの農産品でした。タイからは南アジア向けの輸出の伸び率が最も高く 62.2%、 次いで東南アジア向けの 49.5%、カナダ向けの 35.6% となっています。ジュリン商務大臣は、これらの成長はタイの輸出業者が既存の自由貿易協定を活用するのを支援する商務省のキャンペーンを通じて達成されたことを強調しました。タイのミクロでの輸出活動は6月に 10.4% 増加し、1220億バーツの収入を記録しました。今年上半期ではリクロでの輸出は 1.2% 増加し、収入は5680億バーツでした。国境接しているマレーシア、ミャンマー、ラオス、カンボジアとの貿易は 25.8% の黒字を記録し、主な輸出先はシンガポール、中国、ベトナムでした。次のニュースです。タイ国際航空はサウジアラビアの10タイのフライトを再開すると発表しました。タイ国際航空は8月19日から週4便バンコク・ジッタ間の運航を開始すると発表しました。スワタナ副社長は、32年にわたり中断されていた商業用フライトの再開は
タイとサウジアラビア両国間の経済、貿易、観光のつながりを強化する機会を提供することになると述べました。先にプラユット首相がサウジアラビアを公式訪問したことに伴い、約30年にわたるタイとサウジアラビアの関係悪化に終止符が打たれ、関係修復に向け努力が進められています。諏訪田氏によりますと、2005年からタイ国際航空はタイのイスラム教徒に聖地巡礼ハッジでサウジアラビアに行くことを支援してきたが、新たな運航路線はハッジがさらに容易になると指摘しています。タイ国際航空の最高商業責任者であるノンド氏は、新しいフライトはタイ人と東南アジアや中東諸国の人々との間の旅行を容易にするだろうと述べています。ノンド氏によりますと、タイ国際航空は8月19日から12月31日までエコノミークラスの乗客の預け荷物の量を35キロ、ビジネスクラスで40キロまで増やすサービスを実施する予定です。運航は毎週水曜日、金曜日、日曜日となっています。TG503 便は午後18時45分にバンコクを出発し、ジッダに現地時間午後22時40分に到着。TG504 便は午前12時40分にジッダを出発し、バンコクに現地時間午後1時10分に到着する予定です。詳細についてはタイ国際航空のウェブサイトで確認できます。次のニュースです。オランダの世界園芸博覧会でタイのパビリオンが好評です。農業協同組合賞が4月14日から10月9日にかけ開催しているオランダアルメーレ国際園芸博覧会でタイパビリオンを出展しています。7月22日時点のデータによりますと、延べ訪問者の数は166万人を超えています。国際園芸博覧会では世界中から集められた400を超える農業イノベーションの作品が展示されています。7月28日がワチラロンコン国王陛下のお誕生日であり、それを祝い7月28日から8月3日にかけ、タイの農業省はタイナショナルウィークと題したスペシャルイベントを開催し、タイの園芸の可能性を世界にアピールしています。シャルーム・チャイ農業大臣はタイナショナルウィークの開会式で司会を務め、アルメール市長と国際園芸博覧会のコミッショナーの参加を歓迎しました。開会式ではタイの国旗のセレモニーと文化パフォーマンスが行われました。タイパビリオンではタイの農業、食品、観光、文化、伝統などの国のソフトパワーと農業の可能性を組み合わせたプレゼンテーションが行われています。コンセプトはトラストタイランド、セーフティ、セキュリティ、サスティナビリティ、3つの S でパビリオンデザインやアクティビティで活かされています。縁起の良い食物でデザインされた磁器の鉢、金属のクラトン、竹細工、蘭の花を生かした華やかな飾り、四角い模様が並ぶ壁など建物の設計にもタイらしさを表現しています。パビリオンはいくつかのパートに分かれていて、タイとオランダの外交関係を表現する展示スペースから、未来の食品として注目されている食用コオロギからハーブ製品、スパおよび化粧品、タイの文化製品などのプレゼンテーションまで、さまざまなプロジェクトの製品も紹介されています。次のニュースです。バンコクのアサプションスクールの生徒が2022年アメリカのカンサットで優勝しました。カンサットは宇宙技術の教育を目的に、飲料水の缶のサイズの模擬人工衛星を競い合う大会です。実際に大気圏を離脱するものではありませんが、そのアイデアは若い技術者の育成に大きく貢献しています。2022年の USA カンサットでは、バンコクアサプションスクールの学生グループが優勝しました。カンサットはアメリカ航空宇宙会と NASA バージニア工科大学の協力で開催されています。アサプションスクールのメンバーはビションデーレ部門で1位、グラビティ部門で7位を獲得し、高く評価されました。
大会はネバダ州ブラックロック砂漠で世界4大陸の予選を勝ち抜いてきた11カ国23チームで競われ、ほとんどが大学生のチームの中、アスアプションスクールは高校生チームとして検討しました。プライユット首相は入賞した快挙を歓迎し、アスアプションスクールの生徒たちを称賛しました。首相は、これは子どもや若者の模範となる教育の新しい時代のモデルだとし、スキルを磨き、宇宙科学技術を研究していってほしいと語りました。首相は外国と競争し、タイを目標に向かって発展させ推進することができるよう、政府は科学技術を全面的に支援していくと述べています。それでは本日お伝えしましたニュースの項目を繰り返します。農産物の輸出が好調で、タイの輸出は 12.7% の伸びとなっています。タイ国際航空はサウジアラビアのジッタへのフライトを再開すると発表しました。オランダの世界園芸博覧会でタイのパビリオンが好評です。バンコクのアサプションスクールの生徒が2022年アメリカのカンサットで優勝しました。以上、ラジオタイランドの小島秀美でした。ごきげんよう、さようなら。Our broadcast in Japanese. This program can be heard from 2000 to 2015 Bangkok time or 1300 to 1315 GMT.